さちです。こんにちは。今日のテーマなんですけど、視聴者さんからいただいたご質問にお答えしようと思います。結膜炎が治ってきました。なんか目が赤いから結構コメント欄で泣いてたのとか、心配していただいたんですけど、結膜炎でした。で、今結構治ってきてるので、動画を撮っていこうと思います。で、視聴者さんからいただいたご質問なんですけど、その男性が、行く瞬間っていうのは、その中で女性の膣内で男性が行く瞬間っていうのは女性は分かるんですかっていうご質問をいただいたので、今日はそちらにお答えしていこうと思います。パートナーとのラブライフを今よりももっと充実させたいなという方は、男性の方も女性の方もぜひ最後まで動画をご覧ください。男性が中で、射精してる瞬間、女性が分かるのかどうかっていうことなんですけど、これは、私の場合は分かる時と分からない時があるんですよ。で、いろんな女性とお話をしている中で聞くお話だと、結構ほとんどの人が分かんないって言いますね。で、なんかね、多分これはその男性の精液の出る勢いによるのかなって思うんですけど、女性が精液をこう射精する瞬間でさ、なんかさ、もうすごい勢いでさ、もうなんていうの、こう心臓がの鼓動かのような、もうドックンドックンみたいなさ、ドックンドックンっていうような感じでさ、こうビュッビュッってさ出てさ、その後もなんなら男性器がもうドックンドックンしてるみたいな、なんかもうすごいこう血の気の多い射精みたいな人だと、多分女性も分かりやすいのかなとは思うんですけど、割とさ、こう行った瞬間もさ、精液がこうピュッピュッとは出るんだけど、こうじわーじわーみたいな感じで出る方と分かれますよねみたいな話をしてたんですよね、女性の皆さんと。で、なんかまあそのお話を動画でもしたんですけど、なんかこうビュッビュッっていうタイプだと、やっぱこう男性が射精した瞬間もこう自分の膣内でその男性器の鼓動じゃないですけど分かるですよね。なんかね、なんならその行った後にこう男性器がすごいドックンドックンってなってるのまでも分かるよっていう女性もいたんですよ。だからそれって多分その男性がね、そういう感じのタイプの方だったんだと思うんだけど、なんか女性はあんまり分からないっていう人が多い。男性が行く瞬間なんて分かんなくないみたいな、結構ねそういう話になるから、意外と女性は分からない人が多いのかも。だけどなんか逆にそのすごい射精した瞬間にこうビュービューって出るのが分かった時っていうのは、なんかね、こう嬉しいよね。あ、私の中で言ってくれてるんだっていうのが、もちろんその、ね、コンドームをして、ね、男性が射精したりだとか、あるいはこう妊活中でね、中にこう射精するっていうこともあると思うんだけど、なんかさ、まあ、言ってることは分かるじゃん、ね、その男性器を抜いた後にコンドームがさに精液が溜まってるから、あ、言ったんだなっていうのはわかるけど、その瞬間がわかるかどうかっていうと、やっぱわかんないって人の方が多くて、で、私はもちろん同じ人、同じパートナーだけど、わかる時とわからない時っていうのがあるから、なんでしょうね。なんかその体調とかにもよるんだと思うんだけど、だけどやっぱりそれがわかった時っていうのは、テンション上がりますよね。なんか嬉しい。なんかね、言ってることには変わりないじゃん。言ってることには変わりないんだけど、その、射精してる瞬間をこう自分の膣内でこう感じられるか感じられないのかっていうのは、すごくこうなんていうの、その後のテンションを左右するというか、めちゃめちゃこう気持ち的にテンションが上がる、嬉しくなるんですよね。だからさ、これってなんか男性どうにかできるのかな。なんか男性がなんかできることなんでしょうかね、その射精の勢いっていうの。私結構パートナーにも聞いたことがあって、この射精の勢いってさ、その日によって違うのとか、なんか例えばたくさん精液を貯める、なんかオナニーしなかったりとかね、我慢して何日間もセックスもせずに貯めて貯めて貯めた結果、なんかついにセックスをして射精できるぞっていう時はすごい飛ぶのかなとか、なんかいろいろ聞いたんだけど、まあなんか
興奮してると飛びやすいみたいなのは聞いたことある。だけどさ、なんかさ、じゃあ、なんかその、すごい勢いで飛ばない時って、なんか興奮してないってこと？みたいなさ、感じにもなるから、なんかちょっと、それはそれで寂しいなって思うわけですよね。どうなんでしょう？なんかその、勢いのメカニズムみたいな、知ってる方いますか？なんかさ、そこを女性としては結構興味があってね、なんか分かる時もあれば、いや私のパートナー毎回分かりますよっていう人もいるんですよ。だからその毎回分かりますよの女性のパートナーの男性の方っていうのは多分毎回すごい勢いなんだと思うんだよね。だから分かるんだと思う。それか何なんだろう、すごいこのなんていうの、女性器と男性器の密着度がすごいこうキュッてなってるとかも関係あるのかな。どうなんでしょうね、そこ何が一番関係あるのかっていうのは私すごい気になるんですけど、でもなんか、まあ、女性もちょっとこう体調によって濡れやすいとか濡れにくいとかあるから、すごい濡れる日とかすごいね、あんまり濡れないなっていう日とかあるから、だからその男性の今日は立ちがいいぞっていう日と今日はあんま立ちよくないなっていう日とかも関係してるんですかね、そのところだよね。なんかさ、私さ中学校の時になんか聞いたことあるのが、その男性のなんかオナリンピックっていうのがあって、でなんかそれは男性同士でこうさあ、あのセルフタイムをみんなで一斉にして、それで誰が一番こう遠くまで飛ぶかみたいなのを競うみたいな、そういうなんか大会を男の子同士でするよみたいな噂を聞いて、私さそれなんかもうすごい興味があって、なんかそんなことできるの男性って超楽しいじゃんって思って、私それを聞いた時ほどあの男性に生まれたかったって思った時はなかったですね。だってさ、どこまで飛ぶ、みんなで一列に並んで一斉にさセルフタイムしさ、誰が一番遠くまで飛ぶかって、え何そのなんか可愛すぎないと思って、私ちょっとそういうところが、まあ、こういう話するとみんななんか、えでもサチ本当変わってるよねって言うんですけど、私は多分変わってるんですよ、そこの考え方が。私はもうそれを聞くと、え何それ可愛いと思って、えもう私男の子だったら絶対それやりたいって思ったんですけど、実際やったことある方いますか？なんかね、やったことある方がいたらぜひ感想を聞かせてほしいなと思います。ということでね、まあそれぐらいあの話は脱線しちゃったんだけど、まあ女性はわからないって人が多いんだけど、だけどまあ膣内で男性がこうピュッピュッと射精する瞬間を、ね、女性自身が感じられた時っていうのはよりこうテンションが上がるし、相手のことをこう愛おしく思うし、なんか嬉しいなっていう気持ちがあるよということですね。だけど実際はわからないという女性が多いというお話でした。はい、参考にしてみてください。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。